バンドです。いつもは立って演奏してるんですけども、今日ちょっと座って、昨年の年末のボーナスで憧れのギブソンを買いまして、バンマスの阿部ちゃんにこれをデビューさせてくれとお願いいたしまして、じゃあちょっとアコースティックでやろうということになりまして、今日は、座っての、デビューとなりますですね。ですね。アッコもあんまり立ってでしょ、いつもは座って。いつも立ってますけど、まあ、ギターとデュオとかの時は座ってるんですが、まあ今日は座ってるだけいつもの携帯で座っているっていう意味があると思いますね。そう、そうですね、はい。あ、そうですね。なんだっけ、先週アッコに立って歌ってもらうか座ってもらうかっていうミーティングがありまして、そんなこと私知らない。アッコって私です。アッコね、アッコなんですけど、まあ、一人だけ立ってるのもすごい悪いやろということで、はい、まあ、全員一で座ってもらおうということになりまして、よかったです、はい。本当にみんなが座ってる中一人で立つっていうのはね、すごく孤独感孤独感がものすごいので、今日は立って歌うって言われたんですけど、ガンとして座りますって言ってみんな座った状態で、珍しいですよね、ドラムの人が一番高い位置にいるって。どうですか、目晴らしは。そうですね、はい、曲に行きましょう。次の曲はですね、やっぱり前回 の、 セットリストからは1回外したんですけども、ちょっとこのギターをかき鳴らしたいということで阿部ちゃんにお願いして復活させていただいたら、タキさんとかぶってしまいました。タキさん、トイレ、トイレ、今のうちやっちゃおう。電話できます。すいません、ちょっとかぶっちゃいましたということで。あ、そうです、そうです、いや、これやりたくて、ジャガジャンが。すいません。頭いい。おしゃれ。Thank you.
ありがとうございます。まあ、2曲連続でビートルズやりましたけども、僕らの年代、まあ、先ほど、30年代、昭和30年、33年、35年なんですけども、だんだんこうちょっと若くなってきたんですけども、今の曲でクラプトンがリードをやってるっていうのを知って、エリック・クラプトンを聞き出した人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、という順番に従ってだんだんエリック・クラプトンに移っていきます。ワン、ジョージ・ハリスの奥さんですけどね、パティ・ボイドとクラプトンが、ポール夫妻の招いたパーティーに行く晩の、一光景ということみたいですけどね、
ロマンチストですね。ロマンチストですけど、まだジョージ・ハリスの奥さんなんですよね、まあ、ですね、ちょっとどうかなと、どうかなっていうのはね、ね、ありますけれども、こんな胸にはこんなロマンチックな思いを秘めているんでしょうけど、でもコンサート行ったら T シャツとチノパンとかなんですよ、クラムト。まあクラムトね。で MC 一切しなくてセンキューしか言わないんですけど、ああそう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 、なんか衣装にもお金かけてないし、なんか髪の毛もボサボサだし、あんまり笑わへんし、笑わへんし、なのにこんなロマンチストなんだな、なんかこの曲聴いたらすごい、あのおじさんを見直すという。ああ、いやだけどだんだんそのなんていうのぐちゃぐちゃになってくるんだけど、次の曲なんですけどね、これもっとぐちゃぐちゃですよね。そうですね。あ、まあ、これちょっとね、今の曲よりも遡って、私この逸話はちょっとあんまりわからないので、知らんの、ちょっと説明してもらえますか。いや要するに、まあ、さっきパーティー出かけたんだけど、ジョージ・ハリスンの奥さんの頃のパティ・ボイドに、クラプトンが猛烈にアタックしてて、まあこう袖にされてて、でその時に作った曲なんですよね、レイラって。ちょっと歌詞を読むと、それを踏まえて歌っていただくとよろしいでしょうか。初めて聞いた。いや初めて聞きました。なんか、はい、なんかまあちょっとめめしい歌詞だなとか思いながら思ってたんです、まあ、しかもこの時にパティ・ボイドの妹とクラプトン付き合ってたんだから、まあ盛んです。どう思いますこういう男性。いやでもミュージシャンってとかくそんな人が多いんで。あ、そうなんですか。そう、そうです。あ、こんなの人いるんでしょうね、ちょっと。まあ、やめましょうか、その話は。あんまりね。そうなんですから。びっくりするようなこと。じゃあ、まあ、それ踏まえて、はい、踏まえて、ちょっと行きましょうね。はい、ちょっと、韓流ドラマ風の、ドロドロの、ドロドロですね。ドロドロの時代の歌ですね。Thank you.
ちょっと前説しすぎて、はい、歌詞が飛んじゃって途中でムニャムニャしてましたけどね。分かんない分かんない本当。まあ、ムニャムニャしていた方がいいような歌詞の内容もあります、ね。いやいや、そういう歌詞だと思いますけどね。まあてな感じでクラプトンもぐちゃぐちゃの時代を経てですね、まあ、お子さんを設けたんですけどね、まあ、悲しい物語になってくるんですけども、まあ、4歳の何君だっけ、何君が、まあ、事故で亡くなられて、まあ、それを乗り切るために作った曲だということで、まあ、一時乗り越えたということでこの歌をクラプトンも封印したんですけどね、また客観的に歌えるようになったということで、また始めてくれてまして、まあファンとしてはずっと歌い続けてほしいなというふうに思いますけどね。はい、じゃあいい。I saw you in heaven. Who's you?
ありがとうございます。クラプトンが3曲続きましたね。続きましたね。代表曲は3曲続いた後もこれもね、クラプトンもね、クラプトンもやってますね。そうですね、かっこいい曲ですけれども、クロスローズという曲を2人で歌ってみたいと思います。阿部ちゃん疲れちゃうね、休憩ステージ上でもこれ最後の曲早いですね。早いですね。で早いでテンポね。テンポ早い。あ、うん、でももう結構いい時間や、ね、あ、いい時間ですね。わかんないけどこんなもんでしょ。こんなもんですよね。こんなもんですよね。これ最後の曲はね、プレイスオブロー、はい、
で、これ、実はちょっとセットリストに入れて練習し始めた時に、まあ、アッコがね、うーんって歌い出して、この曲はアッコの声に合ってるなと思いまして、ソロやってと、ソロでさ、ちょっと、いう、そういう段取りになりまして、まあ、最後の曲なんですけども、佐賀アッコが、はい、そして、うん、あんまり皆さんの名前が出ていないので、うん、メンバー紹介しませんか。メンバー紹介しようね、はい、はい、じゃあ、はい、自己紹介ですよね、まずね。自己紹介ですか。いや、まあ、ハンバーもうこれで終わらんしない。はい、はい、実は次のバンドも出していただく、ハマーですよ。イエーイ。はい、あ、そしてお疲れになってらっしゃるバンマスの、バンマスなんですね。バンマスだったんですか。そうそうそう、まあ、今日のセットリストもね、阿部さんが作ってくれて、いやー、先生やなと思いました。クラフトのドロドロの時からこういう感じがいいなということで、バンマス兼リードギター、阿部慎一郎。行かないんです。はい、疲れてるし。お疲れなんで。休んでだけじゃんか。そしてまあ、僕ら、まあ、アッコは別なんだけど、このラインからすると2ジェネレーションズ離れていますけれども、ドラムスですね、あ、肉しか食いませんから彼は。肉しか食いませんでしょ。肉しか食べないんですよ。決して、バリカン負けしないというね。ドラムス、やろっち、やろっち。破れるよ。大丈夫ですか。まあ、そして佐賀和子ですけどね、まあ、今日はこういう感じで、いつもはちょっとジャズをね、割とね、やってらっしゃいますけども、佐賀和子でこうググっていただくと、いろんなとこが YouTube の首に出てきますんで、ぜひ、あ、ぜひググらないでください。次回のなんね、ライブのなんか説明してたわけじゃないの。ああ、奈良は次回、奈良はね、なかなか来る機会がないですよね。うん、どうぞ皆さん、機会を作ってください。よろしくお願いします。奈良ってなんかジャズライブハウスとかはちょこちょこあったりするんですよね。ちょっと一回見学がてら聞きに来たいなとか思ってるんですけど、うん、そうですね、うん、はい、主に大阪、神戸、たまに京都に行きます。明日また神戸で歌います。あ、明日やるの。はい、今日体調良くないんだよね。そうなんです。いや、今はもう全然大丈夫なんですけど、どうやら逆流性食道炎になったんちゃうかっていう話なんですけど、夜中に刺すような胃の痛みで起きてしまってですね、今はやっぱアドレナリンが出るんですかね、本番の最中。今は全然落ち着いておりますが、どうか胃の方が何もないことを祈りながら最後の曲に行きたいと思いますが、佐賀明子と申します。どうもありがとうございます。そして、はい、我らがリードボーカル、はい、ご紹介ではなく、小相沢と申します。この去年ボーナスをはたいて買ったこのギブソンを毎晩寝て、あ、毎晩抱いて寝てますっていうことでもないけどね。じゃあ行きますか。すごいね、終わってもよろしいようで、ラストということで行きますか。はい、I'm not afraid to
ありがとうございました。